はい、こんにちは。こんにちは。旅する2人のゆうきときょうかです。はい、急にね、歩きながら始まったんですけど、今どこにいるんですか？今は函館にいます。はい、函館、北海道の函館ですね。ということでね、じゃあね、夜から始まるんですけど、函館のね、まあ Vlog 撮っていきたいと思います。じゃあね、展望台何やってるの展望台探していきましょう。イレギュラーですね。ロープウェイが、中止になっているということで、ガガーン、ガガーン、ガガーン。今ね、入場制限してるらしくて、一般の車は夜の9時から登れるらしいので、ちょっとね、それまで赤レンガに来ました。はい。でもね、赤レンガもね、商業施設は7時まで、夜7時までだから、もう雰囲気を見るだけ。でもおしゃれそうだったよね、さっき横通ったら。うん、おしゃれそうな雰囲気で、だからちょっと見ていこうと思います。はい、レッツゴー。すごい、今日かなんかね、強そうだよ、すごい。変身しました。僕も変身します。せーの、弱そう。弱そう。変身しました。ちょっとね、風が強いんでね、このモードで今日はね、巡っていきたいと思います。さっきね、ラッキーピエロ食べたんでね、ちょっとその様子も見てもらおうか。じゃーん、函館のソウルフード、ラッキーピエロに来ています。はい、買ってきました。今回はね、あの人気ナンバーワンのチャイニーズチキンバーガーだっけ、うん、のセットにしました。はい、これがポテト。じゃーん、なんかかかってる。じゃーん、ソースみたいなのがかかってるんですね。いただきます。うん、うん、うん、いや、チーズソースに、なんだろうね、デミグラスじゃないけど、うん、本当だ、デミグラスっぽいのがかかってる。うん、うわ、なんでこりゃ。じゃーん、チキン。じゃあいただきます。うん、うん、うまい。おいしい。これおいしいよね。めちゃくちゃ味が染みてるチキンで、おいしい。おいしいよね、これ本当おいしいんだよ。うん、甘じょっぱい系。うん、いや、そう、好き。いや、好きでしょ。今日が絶対好きだと思った、うん、怪しいお店だなって最初思った。うん、まあ正直ね、知らず来たらね、怪しいお店なんだけど、うん、函館に来た際は絶対一度食べてみてください。はい、じゃあもうすぐ9時になるので、今から函館山の展望台の方へ向かいたいと思います。スティッチが言いそうで言わなそうな方、スティッチ、リノの服着たい。ひー、これはダメそうだね。こんな見えないことってあるんだ。マジで何も見えないでしょ。怖いよ、これ。おー、晴れてきた、晴れてきた。すごいね、晴れてきた、ね、すごいすごい。今やばい、今やばい。ちょっとね、違う場所に穴場っぽいところがあったね。こういう雲があるときは、このちょっと下らへんのところもいいかもしれない。うん、すごい、さっきよりもね、明らかに綺麗に見えてる。なんで撮ってるんですか？なんかアイロンを軸じゃなくて、自分の頭を軸に巻いてて面白いなと思って。おはようございます。おはようございます。ということで、今日のプランは、今日のプランは今から海鮮丼を食べに行きたいと思います。はい。ウニ丼は食べないんですか？ウニ丼どうしようかね、結構いいお値段するからね、迷い中です。で、その後に朝市に行って、生きたイカを釣ってお刺身にしてくれるっていうね、やつを食べに行こう。ふう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 。オッケー。ちなみに俺は今ね、鏡をさせられてみます。はぁ、ということでね、行きましょうか。
ちょっとじゃあ、まあ、中入って考えます。はい、はい、来たね。美味しそうだね。いただきます。はい、このウニから。いただきます。うん、もうね、何も言いたくない。普通に食べたい。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、激うま。美味しかったね。美味しかった、本当に。あのね、やっぱね、ウニがね、美味しいです。ウニが、うん、うん、ウニ村上さんですかね。でもカニも美味しかった。カニ美味しかった。うん、イクラもでもすごい美味しかった。全部美味しかった。全部美味しかった。うん、ちょっとね、お値段はするんですけどね、せっかく旅に来たんだったらね、うん、ちょっと一回は食べてほしいウニ丼ですね。じゃあね、ちょっと朝市巡っていこう。うん、ね、仙台。あ、うん、そうそうそう、作ってあげる。おー、水の中大丈夫。はい、ちょっと下がっちゃった。大丈夫。でも一番クッキーなんか勢いあったよ、あいつが。いいですか。おー、すごい。立ち上がった。いいよ。生で捕まえてね。これまだピクピクしてる。すごい綺麗、ね、あら、戦った証だよね。お水かけられた。うん、いただきますか。いただこう。見てて、ほら、巻きつく。うまそう。腹筋してる。腹筋。うわ、死んでもなお筋トレをするストイックさ。すごい、ひるひる、かわいい。いい？いいよ。うん、おいしい、コリコリしてる。コリコリしてる。おお。おお、すごい。じゃあいただきます。うん、うわ、すごい。おいしい、うん、カリカリです。コリコリだね。うん、さすが釣りたて。うん、おいしい。はい、お土産もね、買いました。はい、じゃん。これは違うけど。これからね、フェリーに乗って、うん、青森にね、戻りたいと思います。はい、戻ります。はい、函館いいとこだったでしょ。うん、いいとこだったね。あっという間の北海道だったね。ああ、いや、本当に10日ぐらいいたんだけどね、楽しかったです。楽しかったです。皆さんもぜひね、来るときはね、朝市と、函館山と赤レンガとウニ村上、あとハッピーピエロ、あ、ラッキーピエロね。うん、ラッキーピエロを食べてみてはどうでしょうか。はい、はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、Twitter と Instagram でもね、ホテル紹介してるのでぜひご覧ください。はい、じゃあバイバーイ。もう乾いた？もう乾いた。